カオン YouTube プレゼンツ、ユークスタラストの YouTube。 はい、皆様どうもおはこんばんちはということで、 YouTube107 本目の動画のお時間でございます。お相手はただいまツアー真っ最中、ユークスタラストでございます。ということでね、ただいまユークスタラストライブスターズ2015、ラバーズドリームというツアー真っ最中ということでね、いいねいいね、ツアートラックいいですね。ツアートラック並ぶといいですよね。懐かしのディーンから、私から、こちらはね、ビーズの一番最初のツアートラック、販売された、ツアーグッズとしては一番最初の2003年のイーツショータイムのツアートラックですね。今でも続く人気グッズになっておりますけれども、ビーズのツアートラックの歴史はここから始まっております。あとは、ブレイカーズの、ね、ツアートラックだったりもしておりますけれども、こういった感じで、なんかそうそうたるメンバーの中に私のツアートラックがあるっていうのもなんか申し訳ないなって感じもしますけども、何のツアーやねんって、誰か突っ込んでっていう感じですけどもね。今回はもうボケ倒していこうかなと思っておりますが、本当にもうツアーとは関係なく、今かなり喉の方の調子が悪くて少し、枯れている状態なんですけれども、すいませんが、お時間のある方どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いしたいと思います。今回のテーマですけれども、今回はですね、懐かしい曲、ビーズの大人気曲ですけれども、恋心のお話をしたいと思っております。では、その前に冒頭のコーナーからいきたいと思いますが、冒頭、今回のコーナーは、一言言わせてっていうか、もう、いっぱいボケさせてということでね、いきたいと思います。もうすでにね、かなりボケているところは多々あるんですけれども、それと別にね、本当に言いたいことがありまして、CD をねなくしたんです。で、もう唐突に CD をなくしたんですって言われても何とも できないと思うんですけども、すごく大好きだった CD で、めちゃくちゃ聴き込んでいた CD なんですね。で、その CD がなくなって、でも帯だけが残ってる状態でね、うちにあるんですね。で、もう CD がなくなって十何年になるんですけども、誰かに貸した覚えもないし、誰かが貸してというような CD でもないっていうね、でその帯だけを紹介したいと思うんですが、こちらなんですよ。内山田博士とクール5ヒットコレクション決定版ということで、もうね、演歌のね前川清さんが歌っておりますけども、長崎は今日も雨だったっていうね、長崎には何かと何ですかね、縁があるんでしょうか分かりませんけれども、長崎は今日も雨だった、もう名曲だったりもしますしね、そして神戸とかいいですよね、東京砂漠とかね、もう中之島ブルースとかね、本当に大好きな曲をねいっぱい、会わずに愛してとかも大好きなんですけども、すごくいい曲がいっぱい入っているこのアルバム、帯しかありません。で、この CD をやっぱり聴きたくて探したくて、ドラゴンボールを探しに行きました。ドラゴンボールを探せばきっと7つ揃えればこの CD がまた手に入るだろうと思って、しばらくね、動画を作らないでドラゴンボールを探しに行ってましてね。で、ようやくね、ドラゴンボール一つだけ見つけました。スーシンチューでございますが、本当に綺麗ですね。こうやっぱり映るんだね、こう水晶だから映るんだね、綺麗にね。これね、パオズ山っていうところにいたね、尻尾の生えてる少年がいたんですけども、ちょっとその子から、くすねてまいりまして、とりあえず一つだけは見つけることできましたが、残り6つ頑張って探そうと思っております。きっとね、7つ揃えれば、内山田博士とクール5の CD がまた手に入るんだなと思うと、頑張って7つと揃えようかなと思っております。ということで、本題の方に入っていきたいと思いますけども、あ、でも本当にドラゴンボール綺麗なんだね、これね。本当にね、でもこれ重いの、本当に重いの、これほら、もうすごい音鳴っちゃったけど、今わかる？すごい音だよね。なんか割れちゃいそうで怖いですけどもね。本当に7つ頑張って揃えたいと思います。さあ、では、本題の方に入っていきましょうか。本題の方に入っていきますが、今日は恋心のお話でございますが、
恋心と言いますと92年の10月に発売になりました。こちらシングルゼロの、セカンドビートになっておりますね。いわゆるカップリングで、ビーズはね、カップリングのことをセカンドビートとかサードビートって言うんですけども、これね、あのジャケットにセカンドビートって一つも書いてないんですね。不思議なんですよ。なぜか自分もわかりませんが、カップリングウィズというふうに書いてます。で、中の方の CD の方にはセカンドビートと書かれているというね、なぜかこういう不思議もありますけれども。で、こちらはもちろん、マキシカもされております。2003年に、マキシカされまして、こちらの方はちゃんとねセカンドビート恋心というふうに書かれていたりもするんですけども、あとこれと別に、8センチ版のルームスレコーズ版の方も再販されております。こちらですね、ちょうどね、自分買った時は20周年の時だったので、こういうシールが貼られてたりもしてるんですけれども、なのでライブ会場に行くとどちらも買うことができます。はい、どちらも買うことができますので、お好きな方を買っていただければと思います。マキシーの方はマスタリングされておりますので、音は、少し良くなっていたりもしております。さあ、ということで、今日はこの恋心のお話なんかをしたいと思っておりますけれども、実はですね、私昔のね、雑誌の記事なんかをねこういう感じで、ファイリングしたりしてるんですね、いろいろと。でこのファイルもねもう何冊もあったりもしてるんですけども、でちょっと読み返してたらね面白いなと思いまして、紹介したいなと思っております。これ本当に当時の、ゼロの発売当時の記事なんですけども、この中で恋心の話もしてましたので、ちょっと面白いなと思って紹介させていただこうと思っております。まず恋心っていうのはね、もう皆さんビーズのファンなら誰もが知っている、曲だと思います。10周年の時のベスト版トレジャーだと、リクエスト投票で1位で、ウルトラトレジャーの時でも20周年の時ですね、20周年の時の、ウルトラトレジャーの時は、2位ということで、今でも人気の曲です。本当にすいません、あと喉枯れてて申し訳ないんですけれども、本当にこの恋心という曲なんですが、もともと稲葉さんこれ漢字二文字の、曲名にしたかったというふうに言っております。で、最初はね、オーソドックスな一般的な、恋愛もの恋愛パターンのものを書こうと思ってたらしいんですけれども、書いているうちにだんだん恋愛というよりは青春の方向にちょっと変わっていっちゃったなという感じがあったそうです。で、この時ね稲葉さんすごくいいこと言ってくれてるんですけれども、恋心というのは青春の永遠のテーマでもあるし、誰もが抱える悩みに一つだということで、で当時ね、稲葉さんラジオなんかもやってまして、結構ラジオでも、そういった感じの質問とかも多かったらしいんですね。で自分もねこの曲はどちらかというと、本当に恋愛っていうよりは、最初の初恋じゃないですけども、恋愛を開始した一番最初の頃の曲みたいな、そんなイメージがすごく強いですね。うん、なんて言うんですかね、一回の恋愛で長く続く人もいれば、短く終わってしまうのが何回もあるっていう人もいたりもすると思います。で、その中での恋心ですけれども、その一回の一回の恋愛があるとして、こっからここまででスタートで終わりだとしますけれども、この間中恋心っていうのはやっぱり続くとは思うんですが、でもこの曲っていうのは、本当始まったこの頃、まだ恋お互いがこう一緒になる前の、なんていうのかな、まだ自分からこういけないっていうような、そんなイメージがすごく強いなと自分は感じるんですね。この曲もやっぱりもう聴いて20年くらいになるんですか、もうそんなになります。20何年くらいもうこの曲聴いてますけれども、本当に、思いますね。なんていうか、なかなかこう自分からはいけない曲じゃないですか、この曲っていうのは。で、行こうとすると他の子が邪魔してきたりとかで、教科書にも載ってなかったりもするし、どうしようかなと、友達に相談すればいいのか松本に相談すればいいのかみたいな、そんな感じのまだ、恋が始まった時の初々しさっていうのかなっていうのがすごく強くて、すごく自分も大好きな曲ではあります。やっぱりねこれを何年経ってもライブで聴くと嬉しいですね。
あの今回はもうライブでこれ聞かなくてもいいだろうって思っても、いざ流れるとやっぱりあの勝手に手がもう忘れないって、これがねこう動くんですよね、手がね、これそれがねすごくやっぱりもう身になっちゃってるんだね、これは皆さん嫌いな人いないんじゃないかな、この曲ってのは、本当にこのねファーストビートのゼロとはほんあの対照的な曲ですよね。すごく、ゼロはハードロックだし、それに対しての、恋心はポップだしっていうね、なんかそれはそれですごくバランスが取れている一枚だとは思うんですよ、この2曲を通して聞いてもね、そんな中ででもあの当時もそうなんですけれども、ゼロよりも恋心の方が、まあ、人気の方が高いと、当時は松本さんも稲葉さんも、ちょっと残念だったそうです。やっぱゼロに力を入れたかったらしいんですけども、恋心の方がやっぱり、人気があったということでちょっと残念だったそうです。まあそんなこんなではありますけども、やっぱりこの恋心っていうのは、歌詞にもありますけども、忘れない恋心、いつまでも恋心っていうことでね、この気持ちっていうのは忘れちゃいけないのかなと、思ったりも、しながらね、日々、暮らしておりますけれども、ね、いろいろありますよね人間ってね本当にね、まあそんな感じではございますが、やっぱりこの曲もライブで聴きたい曲といえば聴きたい曲ですね。でね、あの印象に残っているのは2002年に、グリーンゴーファイトウィンっていうツアーがあったんですね、そのツアーの時もあの DVD 化されておりますので、ご覧になることできると思うんですけれども、アコースティックコーナーでこの曲をやったんですね。で実際自分もグリーンツアーも参加もしてて、現地でも聴いてたんですけれども、そのアコースティックバージョンがすごくかっこよくて、確か裸足の女神と、恋心をねアコースティックでやった記憶があるんですね、でその時の裸足の女神じゃなくてあの 恋心ね、恋心がすごく、なんていうのかな、かっこよくて未だに思い出しますね、たまに今映像も見たりもするんですけども、やっぱりあの恋心のあのバージョンってすごくいいなと、思ったりもしますので、あのもし、お手元にある方いらっしゃいましたら、2002年の、グリーンツアーのね、DVD なんか見ていただけると嬉しいなと思います。一つ言わせていただければ、アンコールに行く前の MC のね、最高にビューティフルでした、どうもありがとうっていうあのセリフをね聞くとね、未だにねちょっと涙が出てくるんですよ。すごく好きな、MC なんですね。あれ、あの本当にあの最高にビューティフルでした、どうもありがとうっていうね、まあ、またねこれ 言うとね、あのちょっとまた今涙が出てきてるんですけども、もうこれ以上言わない、もう涙が止まんなくなるので、ね、もうこれ以上言いませんが、ということで今回はね、大したねお話ではないんですけども、恋心の、作った時に稲葉さんの、心境なんかをねお話をさせていただきました。やっぱり、年をとってもね、まだ、10代かもしれないし、見てる方がね10代かもしれないし20代かもしれないし、同世代30代かもしれないし、40、50、60、実際見てくれてる方の年齢層とか、っていうのが全部あの実は、YouTube をやってる方ね、やってる人っていうのは、見ることができます、実際何歳くらいの人が見てるんだろうなとか、あとは男性がどれくらい見てるのかなとか、女性がどれくらい見てるのかなとか、男性の、何歳くらいの人が見てるのかなとか、そういうのも実は YouTube に動画を投稿してる人は、そういうのも全部あの見ることができるようにはなっております、あとはあの評価とかもそうですね、登録者が、高評価低評価しているのか、登録してない人が、高評価低評価をつけているのか、そういったのも全部、実は分かるようになっていたりもしておりますが、ちょっと話をそれましたけれども、で、実際、自分の動画を見てくれている人っていうのは、10代から、30代くらいまでですね、本当に生まれた時にはもうビーズがいるっていうくらいの世代を見てくれている人が、大半なんですけれども、なので
中高生、大学生もいらっしゃると思いますが、恋愛ってすごく大事です。うん、なんか自分が言うのも変なんですけれども、やっぱり、人間恋をしてなんぼかなと、思ったりもしますけれどもね。ということで、今日は恋心のお話なんかもさせていただきました。本当に、何回も言いますけども、忘れない恋心、いつまでも恋心、うん、やっぱりこの気持ちは忘れちゃいけないっていうか、あれ、ベジータさん、ベジータさん、レスポール落としてます。今気づいた。はい、いや、はい、ということで、今日はこの恋心のお話をさせていただきました。この番組では、メッセージを募集しております。メッセージの方はですね、Twitter や、Facebook、 あとはまあ LINE の方でもね、 LINE は今ワントゥーワンの方は控えさせていただいているんですけれども、ホームの方の更新の方はしておりますので、そちらの方にでもメッセージを書いていただければ、面白いお話なんかは動画の方でも紹介させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、お相手は、ユークスターダストでございました。ということで、お時間のある方はもし、よろしければ、ツアーの方にも来てくださいね。ということで、どこでやっとる、どこでやっとるかということで、お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。 See ya!